新鮮なしらす丼に、出来たて熱々のホットドッグ。高知市中央公園で開かれていたのはテイクアウトフェスタです。新型コロナの影響を受けた事業者を応援しようと、高知市がおととしから開催していて、3回目の今回は過去最多の54店舗が出店しました。なんかほら、催しがないから最近ね、退屈してたんで連れてきました。来てみてどうですか？楽しいね。でもやっぱりこんなのがあってほしいね。街にお客さんが、人が集まるようなイベントっていうのは、僕らからしてもやっぱりずっと寂しい思いをしてたので、すごい久しぶりに楽しいです。土曜と日曜の2日間で、延べおよそ1万人が訪れました。しかし、本来はこちらに飲食スペースを設置する予定でしたが、新型コロナの拡大を受け、急遽テーブルなどを撤去しました。およそ4ヶ月ぶりの特別警戒を受け、訪れた客は長くとどまることなく足早に帰っていました。あ、人が少なくて寂しいなっていう感じですか。一方、こちらは観光客でにぎわう広め市場です。年末年始は帰省客などで1日2万人が訪れるなど大盛況だったものの、県内の感染拡大を受け、中旬からは半分以下に減少。この日の来場者数は4300人でした。お客さんが入らないはそれもありますし、まあ、お店の活気がないっていうのもやっぱりありますんで、やっぱり前回と同じですね、やっぱり。